では続いてはトコムコモディティフォーカスです。ゲストをお迎えしています。御徒町株式会社チーフアドバイザーの千葉純平さんです。千葉さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回の日銀のマイナス金利というのは、はい、まあ、いろんなところにいろんな影響を与えてくるんだろうと思うんですけども、そうですね、もちろん、ね、金融市場は一番最初にストレートな感じで出てますけども、はい、コモディティにもこう何らかのインパクトがこの先出てくるんでしょうね、きっとね。そうですね、やはり金利の利上げですよね。アメリカの金利がこのままでも、日本の金利がマイナス金利になればそれだけこうドル高が進んでしまっているということで、アメリカのドルの金利がどんどん上がるのではないかということで売られていた商品が一回ちょっとこう買われ、はい、ああそういうことですね、下落が止まりやすい、あとはその円安になりやすいということで、どうしても輸出物になりますので、そういった観点からも日本市場のコモディティに関しては特に上値余地が出てくるのかなということもありますよね。円建て物についてはまた価格上昇につながるということ、そういうことですね、ですよね。まあ、その意味ではこうコモディティマーケットとしてもウェルカムなんですね。そうですね、あくまで緩やかにということであればいいんですけれども、ここから株などでですね、これがちゃんと今は目先日銀 の勝利宣言といいますか、非常にインパクトを与えた、形にはなってるんですけども、これがな続くかどうかというところがポイントになってくるかなということですか。そうですね、まあ、特にねアメリカの株式市場がどうもなんか高値波乱の様相になっているので。そうなんですよね。まあ、千代さんはずっと米株を見てらっしゃるので、まずそこからお話入っていただきましょうかね。はい、わかりました。ではまず最初にこちらのスライドをご覧ください。ニューヨークダウの月足になります。そしてこちらがですね、1995年から2016年までの30年間の値動きを表したものになるんですが、この4番のところがリーマンショックの2008年ですね。そしてこの2番のところが90年というような形になっているんですけども、よくこの下値切り下げ上値切り上げのですね、1,2,3,4,5 というのを Y 波動というような形で、形成にお詳しい方でしたら有名な形があるんですが、これがこの月足単位で出てきているということで、昨年から何度か申し上げていたかと思うんですが、大波動に。そうですね。でそれがですね、アメリカのダウの方でも、一番強気だったダウの方でも割り込んできているというようなことでですね、こういうふうになってきた場合というのはかなりまとまった調整を入れる可能性が非常に高いと、一応5波動で1回終わりということが多いものですから、これが今世界中で言われている世界的景気減速懸念ですとか、こういったこととちょっとリンクするのかなというような状況になっていますね。でとなりますと、当然今までの資金の逆流がアメリカのダウだけが下がって他が上がるですとか、そういったことっていうのは考える可能性が少ないので、やはり株が買われたものが下がって、で円安に触れたものが円高になるとかですね、こういった動きが出てくるのかなというふうに考えています。そしてそれを表したものがこの次のスライドになります。こちらがですね、ちょっと見づらいかもしれませんが、1983年から現在までのドル円の月足になります。先ほどダウの月足をご覧いただきましたけども、そのものになりますね。こちらが1990年代、98年代、2007年、現在というような形なんですが、過去ですね、円安から円高にこう基調転換してきた時というのがですね、不思議なことに各期間の間で7年から9年の同じような感覚を経て、その後基調が転換するというようなことがこの過去30年間起きているということなんですね。これは同様に円高から円安に触れるところというのもですね、この間も7年から9年同じようなスパンで出てきているので、大体ドル円には8年前後の周期があるんではないかというふうに言われています。ちょうどなので3年ほど前に為替が92円から93円ぐらいだった時にですね、私がこちらで円安にこれからもしかしたら大きく触れていく可能性があるということで、120円プラスマイナス5円というような形で3年前にお話しさせていただいた時も、この周期にのっとった上での日足週足の形成を見た上でのご案内だったんですが、結果的にあくまで結果論ですが、今現在その値段に来ていると、当時じゃ随分いぶかしまれましたけど、いぶかれましたけども、こう現在はこのような形になっているという形なんですが、それが間もなく転換点を迎えに来ているかなということですね。ちょうどこの青い矢印のところをご覧いただきたいんですが、これはドル円の月足とは非常に相性のいい教え方の指数になるんですけれども、この青い部分がですね、下向きになった時というのは、それから円高の時間帯に入ってきているということがご確認いただけるかと思うんですが、その部分がですね、ちょっと下向きになってきていると
ということですね、この赤丸のところがですね、そしてこれが徐々に広がっていくようなことがあれば、値幅はその時のインパクトによるんですが、少なくとも円安に行きづらくなってきて、円高に触れやすい時間帯に突入するというような形に、これだけ4年以上円安に触れてですね、上がってきたものになりますので、こういったものが円高に行く可能性が高いというふうに見ている人の根拠になりますね。これがやはりそのダウが下がった時とには起こる現象としても円高に触れやすいということと裏付けの一つになっているのかなというような感じがします。まあ、このところ円高方向、はい、直前まではね、はい、円高方向での予測をする方が多くなってきてたんで、そうですね、ですけどね、はい、だからこそなのかもしれませんけど、日銀が今回のマイナス金利でもって、はい、言ってみれば円安の方向に誘導するような政策を打ち出してきた。そうですね、ストレートにそれに足元で為替相場は反応してますけれども、はい、そこら辺はもう政策とのじゃあせめぎ合いになってきますね、これ。そうですね、あとはその、どのスパンで論じるかによって全く変わってくるかと思うんですが、先ほどの先日の日銀のマイナス金利というのは非常にインパクトが強くてですね、特に昨年の12月から、FOMC で金利を利上げをするというふうになった前後から、アメリカの大手ファンドはみんな円買いポジション、ドルを売って円買いポジションに転換してたんですよね、でその動きでどんどん円高に行くと見てた向きが大半だったにもかかわらず、日銀が大きな、はい、決断をしたということでですね、これはもうかなり今海外のファンドはもうマイナスポジションを縮小をこうせざるを得ないような状況になっていますので、目先としましてはもう一度125円から127円ぐらいまでの円安に行きやすい状況であると思うんですね。そうなんですか、はい、足元ではね。そうですね、目先ではやはり今まではドルに金利を払って円を買っていたわけですけれども、それでさらに円の方でも金利を取られてしまうというようなことで、なおかつポジションがマイナスになってくるというようなことになれば、これは FX されている方であればご存知だと思うんですが、非常に嫌な状況なので、はい、最低でもポジションを少なく したいというようなことですね。これは、はい、その動きは今起こってるわけですね。今は起こってきてます、はい、あとは先日のマイナス金利の影響、市場がまだ測り損ねているところもありますので、これからじわじわ出てくるのかなと。そうですか、はい、仮に目先円高に触れたとしましても、そういったポジションの手締まいが出てくるので、円安のクッションになりやすいというようなことです、ファンドがこうポジションをどんどん縮小してくるかと思いますので、そうしますとドルを買っていたファンドからのドル売り注文が出てくると、円を買っていたファンドからの円売り注文が出るということは、円安へのバイアスがかかりやすいというような単純な構図になりやすいということ で、はい、なので目先の1ヶ月から3ヶ月であれば円安、そういうことです。ただそれ以降の先ほどの突き足で見た場合には、その後はまた円高に触れやすいんではないかなというような形になってしまいますね。突き足レベルでの大きな変化が起こっている。そうですね、ただまだ足元で見ると 2,3 ヶ月は円安方向での動きも当然あり得ると。 それぐらいのインパクトがあった発表だと思いますね。分かりました、はい、ではこういった形で株、そして為替の中での金を見てまいりたいと思うんですが、これが次のスライドですね。ちょうど今まで月足をご覧いただきましたが、これは直近2年間の1本が1日の値動きを表した東京金の日足というものですね。ちょうど昨年の今自分の時は4958円というようなことで、1グラムあたり約5000円近く値動きをつけていたんですね。ちょうど1年前ですね。そうですね、そこからこのような形でジグザグ、結局1年間で900円近く下がったような形になるんですけれども、そこでもともとずっと弱気、まだ本格的な基調転換に至らないというようなことでずっと弱気のお話をさせていただいてましたが、ほぼ4000円前後というようなところの基準の値段に今来ていくというような状況で、そこから実需の回答、あとは直近の円安基調もありまして、わずか1週間足らずで300円近く上がっているというような状況になります、はい、でここからこのような形でですね、高値と安値を結びますとこのような線が引けますので、やはり目先の先ほど申し上げた円安の基調もありまして、4400円前後はトライしに来るのではないかなというふうに見てますね。ただその後、この時に為替が125円前後つけているのが理想なんですけども、その後にまた4100円から4000円ぐらいまでの、はい、調整が出てくるんじゃないかなと、はい、その時がおそらく月足単位での円高に触れている時ではないかなというような形にも考えているんです。そうですか。そうなんですね。目先は円安なんですけれども、その3ヶ月半年後となるとまたちょっと見方が変わってくるのかなというふうに感じています。
為替の目先は為替の円安、そしてこの金ももう一段の上値を取りに行く、そのような流れですかね。そうですね、実質の買いが活発で、なおかつ円安の流れとなりますと、金を空売りするというか下がる理由が非常に少ないというような状況になっていますので、まあ、金融商品全般言いますが目先は上に行きやすいのかなと。あ、そういうことですか。そうですね、そのためこのような形になりますね、はい、今後の見通しとしまして、日銀のマイナス金利導入、そして資金の投資先実需買い、海外ファンドの膨れ上がったドル売り円買いポジションの巻き返しなどにより、東京ゴールドの現物需要が活発になる2月3月4400円前後まで上振れしやすい展開ということですね。で、為替もこの時に125円前後つけているのが理想です、ただ中長期的にわたりましてはゴールドにとっては徐々に好環境となりつつ、アメリカがどんどん利上げしづらい環境にもなってきてますし、金融不安が起きてきているということで、極端なパニック的な下げなどがあった時にはどうしても金も引っ張られてしまうんですが、もう一度再度、今月の安値のように4000円前後まで安値を突っ込んできた時にはですね、非常にもう年単位での大きな買いなるのではないかなと、はい、現物買いでもそうですけども非常に面白い局面に年単位で維持できるようなそんな買い場が来るんではないかなというふうに考えています、4000円前後。そうですね、これはあくまで現時点での予測になるので、また2ヶ月後3ヶ月後というとなると微調整で変わってくるかもしれませんが、現段階ではそういう形でニューヨークの金利再度1000ドル前後までの調整があるんではないかなということと、あとはその3ヶ月半年スパンで円高に見ているということもありますので、どうしても全体的に株もそうなんですけどもちょっと弱気になってしまいますね。はい、ただ現物の買い結構実際に動きがあるようですね。そうですね、特にこの2月から4月ってのは最も需要期にもなりますので。そういうことか。そうですね、まだ旧正月中国が入りますけれども、それにもでも金の現物需要というのがですね、非常にバカにならない単位で来るということですね。まあ、そうです。あとはロシア、ロシアとね。そうですね、わかりました、はい、ありがとうございます。はい、千葉さんありがとうございました。